まあ、はじめまして、奈留町でどれだけ私の名前が広まっているか分かりませんが、福江の方ではいつも、このように街頭演説活動を行わせていただいております、福江から参りました丸田隆明と申します。おそらく秘書関係の皆様で私の名前をご存知かという人はおそらく今年の、ゴールデンウィーク前でしたか、なんかありましたね事件がね、日本全国でも有名になりました賭博の事件は、まあ、今日はこの話をしに来たわけではありません。先月の15日から私この鳴島の方にお邪魔させていただきまして、島中を駆け巡りまして、来たる来年2月7日の後藤市議会議員選挙への、候補者となろうとする者として、丸田隆明講演会ビラをですね投函させていただいている次第でございます。先月15日に、配りきれなかったこの市役所近辺の、街中の皆様方のご自宅に今日は、午前中より、ポスティングの活動をさせていただいておりますので、また、この市の方から港に向かっては、今から、この街頭活動が終わってから、ポスティング活動をさせていただきますので、どうか、ご自宅の郵便受けに後藤継承会丸田隆明講演会のビラが投函されていましたら、お暇な時で構いませんのでご一読いただきたいということをお願いを申し上げます。また、最近私は、後藤市議会議員というのを目指して活動を続けておりましたが、なんと、後藤市長の野口一太郎さんとは議場ではなく長崎地方裁判所という法廷で戦うことになったわけでございまして、先月の初めですか、もう早速第1回の口頭弁論が行われたわけでございます。一体全体何の裁判で丸田と後藤市長が戦っているのか、まあ、鳴町の皆様にはもう縁もゆかりもない玉の浦の10円で譲渡された核栽培施設、この10円で譲渡された問題がもう大問題なんだとして、私は長崎地方裁判所の方に民事訴訟、いわゆる行政訴訟を起こさせていただいたわけでございまして、来たる15日、12月の15日、私の誕生日は12月の17日ですが、15日に長崎に渡って第2回の口頭弁論で後藤氏と戦うわけでございます。まあ第1回目の裁判を終えまして感じたことは、市民一人、私一人が、これは原告となって訴え出ている問題でございますが、なんと真向かいの被告席側には後藤氏の職員ではなく長崎市に事務所を構える、法律事務所の先生方、弁護士の先生方が3名座っていたんですね。市の職員は1人も座ってません。言っときますが、私丸田は弁護士の資格も法知識も全くありませんが、私は本人訴訟で後藤氏を相手に、野口市長は後藤氏へ10円168万と10円の差額の167万9990円を支払いなさいという市民に損をさせたわけですから、きちんと、監査勧告が出た内容に関して従うべきだということを私は長崎地方裁判所の方に提訴したわけでございまして、何ら個人的な恨みで後藤市長を訴え出ているわけではございません。ですので私はこの裁判に勝っても負けても全く、利得もありませんし損もしませんので、ただ自分自身の知識としていい勉強ができるなと、またこの場を与えてくださいました野口市長には心から感謝しているわけでございます。ですから丸田隆明とは何ぞやと、福江でどういった活動をしているのかと、まあ、この、鳴島の地域の皆様方はもうちんぷんかんぷんかと思います。もうそれは致し方ありませんが、私のことを調べたいであれば、後藤氏というふうにヤフーで検索していただければ、検索候補として後藤氏丸田というふうに上がってきますので、本日でもお暇な時間に、インターネットで検索していただきたいと思います。そうしますと後藤継承会丸田隆明講演会挑戦者丸田隆明の、日々更新している、ホームページへとつな、がりますので、どうか丸田隆明に興味を持った、市民の皆様がいらっしゃいましたら
インターネットの方でアクセスしていただきたいと思います。今日は夕方の便まで、時間がある限り、この市役所、市長近辺、すべての市民の皆様方のご自宅に、丸太高木講演会の講演会ビラが投函できるように、歩き回って一軒一軒お渡ししていきます。しかしながら、これだけはお許し願いたいことを一つだけ申し上げておきます。公職選挙法では、個別訪問が禁止されておりまして、どうしても一軒一軒回りますと、何しに来たかと、何のビラかというふうにお尋ねされます。そうするとですね、必ず選挙の話になるもんですから、選挙の話になれ、なればどういうふうにお願いするか分かりますよね。ですからそういったことを言うと、もう事前運動ということに引っかかりますので、私の場合はお伺いしますが、もうそのまま、ビラを投函して戻りますので、その辺は十分にご理解していただきたいと思います。また本日は投函が終わってでも、この時間が許す限り、いろんな場所で丸太高木の街頭演説活動を、行わさせていただきますので、本当に賑やかな一日だったというふうに思っていただけるように、皆様方が知り得ない情報、そしてこうしないとご投資はもうデタラメになっていくんだと、潰れていくんだというような危機感を私は持っていますので、日々研究し勉強して、それを解決に向けて、市民活動としてやってきておりますので、その辺を十分、成島の市民の皆様方にご理解いただきたく、本日はスピーカー持参で参ったわけでございます。そういうことで、今からまた、ビラの投函作業を始めさせていただきますので、まあ、私を見かけた折には、まあ、手を振るなり、お声をかけていただくなりしていただければ、私も優しく、接したいと思いますので、どうぞ皆様方、今日一日、夕方までよろしくお願いいたします。早朝より大きな声でお騒がせしましたことを、この場をお借りしましてお詫びを申し上げます。ご清聴のほど大変ありがとうございました。